皆様お疲れ様です。小田急タイムです。今回は AI で昔の美人を動かしてみようと思います。まずは幕末の女性。この写真を AI で動かしてみるとどうなるのでしょうか。明治時代の写真家玉村幸三郎による撮影。有名な鼓を打つ女性です。明治時代末期、女性の名前は玉子さんです。政治家で外交官でもあった陸奥宗光の妻。実際の陸奥亮子の正面からの写真。その美しさから社交界の花と呼ばれました。吉原大門です。1909年頃の大門。女神像の吉原大門は1907年にできたそうです。
ちなみにこちらは彩色された写真。角エビロウの紫という花魁のようです。明治時代の吉原の地図。角エビロウはこの場所です。現在はマンションになっています。宝塚の園井恵子。原爆症により32歳という若さでこの世を去りました。1956年、後ろ姿の着物女性。鶴見線安全駅です。1983年、安全駅で佇むミス横浜です。